人気ももが書いてあるやつですね。チームノンテイキのイデオンさんです。アルファロメオかっこいい。あ、イデキさん、これは動画のネタにしろということなのか。さすがです、さすがイデさん、ありがとうございます、はい、ナット探さなあかんですね。はい、魔法のプリンセス人気ももさんも困った顔してますよ。ナットはあるのか。あ、イデさん帰ってきた、イデさん帰ってきた、やらかしましたね。狙ってみました。さすが僕の前でやるとか、さすがです。はい、じゃあラジコマガジンで おなじみのね、イデキさんにちょっと今日僕ちょっと分かんない車が多すぎるんで、はい、分かるものは、はい、ご案内いたします。はい、じゃあちゃちゃっといきましょう、ちゃちゃっと、はい、はい、まずこれイデさんのブースで、はい、やっぱこれですかね。あ、そうです、発売中です。はい、同人誌です。これ販売リンク貼っときます。ありがとうございます。はい、でまあ今回はこの辺3話の古いプロポ、うん、あのね、今回はね割とあんまり持ってきてないんですよ。去年いっぱいあったんですよね。ああ、じゃあこの辺井出さんので、これ F2? F2 ですね。これ AYK のサイクロンだったっけ。サイクロンです。裏見てましょう。はい、行きましょうか。サイクロンです。サイクロンは最後の高潔さんの中身見ましょうかね。そうですね、だいぶ違うと思うんですが、違わない。これタミヤのゴルフとか、これファントムだったら、これタミヤのゴルフじゃないんだな、これ。嘘、これスーパースポーツ、あ、強勝の、強勝のスーパースポーツね。そうです、なんつートラップが。このボディはね、ソニックスポーツの輸出用のものだったらしいです。へー、強勝さんのボディなんです。僕完全に擦り込みでこの色のゴルフだとタミヤって。そう、そうですよね。国内でも発売されてませんでした。はい、これはヴィンテージミートで、コパミジンコになった、あ、横物 RC12 です。 RC12 ね、うん、ほうほう、これはタミヤですね。そうです、ブラックポルシェ934です。はい、でこれはさっきクラッシュした、あ、タイヤが外れた、はい、タイヤが外れたタミヤのレーシングマスター RM5。 よく見るとこの辺に穴開いてますね。はい、レーシングマスターのマーク5ね。マーク5ですね。はい、まあ、これは懐かしい人には懐かしいチームの天気です。僕が書きました。これ何、裏自分で書いたんですか。そうです、当時はキャラボディと言われたやつですね。そうですね、いや、三田さんの走りのようなものです ね、 ね、はい、じゃあこちら、はい、はい、これあの友人のあの K 君の、はい、ヴィンテージプロポですね。ヴィンテージプロポ集合ですね。もういちいち説明しろと長そうなん で、 で、ね、流しましょうか、やめそうはね。ああ、すげえな、 JR まであるやん。はい、この辺は12分の1。あ、ここサイクロンじゃないな。これなんですか。これはね、自作車なんですよ。あ、そうなんだ。サイクロンのパートを使った、あ、後ろ DD のサイクロンなんですね。おー、あー、これは、スピリット。そうですね、 K2X スピリットです。はいはいはい、モーターが面白いんで見てください。斜めになってるモーター。おお、あ、これしかもあの横もであったな、この潰れた反応。FA130 みたいな感じですね、潰れたやつ。ああ、懐かしい。あ、でこれまた時代を感じさせる。そうですね、80年代って感じですね。そうですね、さすが。これなんですか。僕わかんないです。これですか。これあのタミヤの、レーシングマスターの、トルネード。ああ、トルネード、ああ、はい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 、ブラックモーターだ。そうです、赤いブラックモーターって言って。そこそこ、はい、まあ、この辺はファントムとかいろいろありますね。じゃあちょっとこのパターンでこの調子でいくと2時間コースになりそうなので、どんどん早めに行きましょうか。早めに、はい、この辺、あ、これあれですね、強勝の CRX、 CRX FF なんですね、本物の。あ、本当だ、へえ、あ、これが本物なんですね。お、かっこいいな、ブリスターフェンダーしてますね。競争も FF はね、もう1台実は来ています。あ、なんかあっちでプジョーかなんか見ました。そうです、そうです、あれは同じシリーズだったの。はい、じゃあこの辺は多分杉山さんという方の圧巻 の、はい、の一言ということで、タミヤコレクションで、タミヤだけじゃないですけど ね、 ね、こっちがコレクションで、こっちはね僕の知り合いなんですよね。あ、なるほど。ちょっとマニアックな車がいっぱいあるんで。素晴らしいですね。自作 FF とか、ええ、アトラスのビートとか RS4 Pro 2とか、これどうも僕が当時、彼が高校生の頃に僕が上げた車らしいです。面白いですね。あ、で、まあ、あのブラックポルシェもありますね。ブラックポルシェ、あ、はいはい、
F2 に。お、あのフォードかっこいいな。あ、フォード新作。これもあのさっきのあのトルネードとほぼ同じさ。あ、はい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 、はい。へえ。これプラボディなんですよ。あ、これプラなんだ。ラジャマガの耐久で僕がコッパ美人子にしました。はい、で、あ、934ね、あ、936、936僕も持ってます、ええ、はい、いい感じで並べてます。じゃああっち行きましょうか、はい、あ、このセリカはあれですか、あのシャーシがかっこいいやつですね。そうです、あの959と一緒にできて、はいはいはい、これはなかなか再販難しいのかね。難しいみたいですね。出れば絶対売れそうなのに、あ、ビッグタイヤ軍団、ビッグタイヤ軍団、これブレイジングブレイザーって言うんですか。そうですね、これさっきフォードブレイザーですね。ねえ、ええ、なんか変速付きでさっきサーシがめっちゃかっこいいやつですね。これあの要はあのハイラックスとほぼ同型。はい、でこちらにあのこれがあのさっき言った、ね、FF の、あ、そうですね、強襲の、そうですね、はい、これも FF のプジョーと、はい、あ、チータね、これが貴重ですよね。貴重だね、これも再販がないですから。本当ね、これはランボルギーニの判件とか型の問題なんですかね。そうなんですかね。てかこれ自体が試作車ですぐなくなっちゃったんだね。確かにね、コンバットバギーは出たけどこっちはなかなか出ないですね。そうですね。はい、でポルシーに、あ、アウディクワトロも懐かしいですね。いやいいですね、この箱が貴重ですよ。これブラックポルシーの箱ね、すごい、これはレアもんです。あ、M3 区だ。M3 区はなかなか現物見ないな。EX5 に、んー、いいですね。当時もんのプロボですね。お、ミニプロボか。ね、あ、だからね、今日はあのバンドボードが機能してますからね。そうですね。はい、で、お、これもまた渋いですね。AYK のこの、このボディなんか懐かしい。これで、ね、AYK じゃないから。え、違うの。トドロキなんですね。トドロキなの。AYK って貼ってないんです。トドロキのボディ。多分シデン。あ、すいません。相当これはいじってらっしゃって。あ、写真の方も。これアソシですか。これアソシですよね。あれシデン。これはあの HK の。あのキットが組まれた。あ。コンバージョンなんですね。隠しちゃう。ああ、本当だ。はい、こっち AYK。あ、でタミヤの Z 懐かしいですね。はい。このボディも再販してほしいな。Z のボディね。ねえ。いやー、ありがとうございます。これ寄り方がいいですね。お、ここはあれですよ、ラジコンマガジン、ラジコンマガジンさんがありますよ。ちょっといいですよ、これ。はい、ラジコンマガジンさんです。井出さんもね、僕も一応スタッフなんで、これみんな買ってください。今回久々に仕事してますね。はい、で、まあこっちがこの辺、僕この色だと全部アソシに見えるんですけど。アソシは一個だけです。アソシこれだけ。あ、そうね、これがあの無限の K2X コスミック、コスミックね。これあのバスタブシャーシーっぽいやつでしたね。モノコックシャーシーって言ってましたね。あの簡単にパカーンと割れるやつらしいですね。これアパープレートつけないとグネグネなんですけど、一回走るとパキパキになりそうな気がして。そうなんですよ。あれ強勝でしたっけ、こちら。あ、これはあの AYK です。これこれこれ、スーパーレーザー、スーパーレーザー、レーザースポーツ、レーザースポーツ、そう、これはレーザー、うん、レーザースポーツですね。スーパーレーザーはあのダブルデッキなんで。あー、サンマルスカイラインかっこいいな。ボディがあの、違う方ですね、レース系のやつ。あー、956と、あとスカイラインのスーパーシルクですね、スーパーレーザー。いや、いいですね。で、あとはこっち、タンク、なんか疑似いきなりタンクミーティングが始まってます。明日の来週の練習だそうです。あのタミヤフェアのタンクミーティング。久々ですもんね、タンクミーティングも。そうなんですよ。3年ぶりってことです。はい。お、こちらも、あ、僕あのフロンティアのステッカーめっちゃ懐かしいです、これ。あ、そうですね。強勝フロンティアのオイルとかも再販してくれれば僕買うのにな。あ、強勝で出してみた。ねえ。いや、かっこいいですね。
またこれすごい古いボディがいっぱい。あ、これ値段がついてますね。売り物らしいですよ。主催者の方に言って売ってますっていうのをアナウンスしてもらわないとなかなか。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、こちらもまたかなか古いのがいますね。いますね。いや、古いのよりも僕はこのコサリがすごいな。うん、なんですかこれ。トラーリ。あ、そう、ああ言われてみれば、このあの赤いパーツが当時憧れでした。結構高かったんですよね。トラーリね。これあのちょっと触っていいですか。あ、全然。これあのレフのなぜかこのリアにチューブがあって、ここにかっこよかったですね、これね。かっこよかったんですよ。デフが入ってるわけじゃないの。デフ入ってるのこれ。これボールデフで、これは飾りというか合成の合成アップのパイプなんですね。ホラリーか。最近名前聞かないんでちょっと寂しいですよね。あ、これあのね、オーリングでクラッシュした時に逃げるってやつ。逃げる。あー懐かしい。いや、今に覚えてるもんだな。はい、こんな感じで DD カーがあって、あ、こっちも。お、これ知らんな。なんすかこれ。それボックスですよ。ボックス。カメラのボックス。この時代やってないんでわかんない。あ、そうなんだ。で、隣が丸いの侍です。侍ね。ダートマーダーズのウィンがついてます。ですね。あ、よくわかりましたね。ウィンがわかりました。サイトもそうですよね。これダートマーダーズ。なんかサイトが多いだと思いますね。あの当時のサードパーツですね。サードパーツ、ダートマーダーズか。あ、怪我しそうなやつね、これね。怪我。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、いいですね。あ、この辺残念、もうすでに片付けつつあるわ。うん、お疲れさんです。もう片付けですね。そうなの、ってます。夕方からマッサージが せっかくあのキャラボディを。キャラボディです。板ボディ。これ高橋ルミ子系です。これそう懐かしいですね。お兄様、今ちょっと話題の出るかもしれない。このお刺身の糸を引いてこんなに美味しそう。おっと、この辺はチーム能天気ワールドが展開してますね。いやありがとうございます。ありがとうございます。あ、これもあれですね。これはあのこの前三浦くんところでボディ見ましたよ。あ、そうですか。この絞ってるやつ、ABC のスーパーヒーローシリーズ。あ、なんかフレディ・スペンサーが乗ってるっぽい。ラジコン技術のこのゼッケンなんか懐かしいです。あ、ですね、ありましたね。いやー、いいですね。これ車なんですか。何っぽいですか。わからんな。ABC のだとは思うんですけど、あ、そこから先はあまり。じゃあこっち行きましょうか。こちらはあの本当にごく初期 あのクラボディシリーズをいっぱい集めて。本当ですね。あ、カウンタック系にまたすごい本が出てきましたね。これはあの子供の頃から持ってる。あ、当時の本なんですね。これ僕もさすがにこれ知らねえですわ。私はあのモデルアートさんでもね、あの特集したりしてたんですよ。あー、切り抜きだ。子供の頃こういうの好きで。あ、これ当時集めてたやつなんですね。友達を大丈夫かって言ってるんですね。いや、これ今のためにまさか40年経ってこんなことに。いや、この大滝が好きで結構。おー、大体うちに絞ってたんですね。大滝といえば、井出さんこの前カウンタックやってましたね。やってましたね。このドームゼロは、これは富士見ですね。富士見なんですね。もう僕生まれてないんでわかんないな。生まれてないよ、嘘だな。私も中学生の頃ですよね。あ、へえ。じゃあこの辺のこれは70年代。70年代ですね。もうほとんど70年代ねえ。プラボディシリーズで昭和53年、こっちが53年、こっちが54年か、53年、54年、入門編と中等編、ちなみに上級編は出なかったんですよ、ね。ああ、そうなんですか。あ、入門編、中級編で上級編出なかった。すげえな。このボディ僕見覚えあるんですけど、これ？これはあのこれタミヤのね、これはボディしか出なかったんですよね。908、ポルシェ908。あ、そうか、多分見覚えはあるけどキットで記憶がないとはそういうことなんだ。へえ、いやー、あの、ボディの方を語るからちょっと、ちょっとありましたね。
これはもう、あ、これ大滝のカタログ、大滝のラジオカタログ、これは貴重ですね。すげえ。一応ここにはナトロってなってないし、もうこれはあれですね、60代の方々がなんか懐かしがるやつです。市村崎さんですよ。あ、市村さん、市村って書いてある。本当だ、ラジコン教室があったんですね。すげえ。いやちょっとヴィンテージすぎて時間が湧かないあ、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、じゃあこっち行きましょうか。カウンタック、これ知ってる？このでかいカウンタックはこれね、あの競争なんですよ。競争なの？中身はね、レーザー系だったかな。へえ。ですよね。でかいですね、なんかね。あ、スーパーテンね。あー、筋肉が伸びしたって。これは肉でしたっけ？肉なんです。これは肉なんですね。タイヤがダメだよね、ちょっと走んない。あー、バギーですね。はい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 。足回りのパートが結構あのアルティマ系と共通の部分が、まあ、はいはい、マニアック。これカウンタック好きなんですね。カウンタックやっぱ世代なんで。そうですよ、ね、車リトラクタブじゃないと車じゃないみたいな。今売ってないですから ね高い車買うしかないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここはここあの壊れてない RC12。 あ、これ写真があるからいいですか。あ、どうぞどうぞ。いいですね。あ、これはあの横もの RC12 の壊れてないね。壊れてないっす。うちのと違って壊れてないっす。なんとこれ横もなんですね。知ってません。それちょっとダメだな。これ詳しくはあのラジコンマガジンクラシックを読んでください。あ、そうですね、はい、これは何？ 300？ 500です。500。おお、 RC500。 はい、アソシの RC500 という81だそうです。これね、うわー、アソシって感じですね。でもアソシは去年が最後ぐらいですもんね、もうね。ですね。あ、81はね、この後がないですね。おお、なんか時代を感じる。このロッキングアームのダンパーとかたまらんですね。こう互い違いになってるのがたまらない、ね、いやー、かっこいい。四読の走りの時代のですね。この頃結構いろんな試行錯誤が見えて面白い。いろいろありましたよね。ねえ、はい、本当にこのモデルが RC500 の何なのかっていうのは、はい、私も譲ってもらったもんで、なんとか。ああ、横森さんに聞きゃ分かるかな。ああ、分かるかも。はい、ここにタミヤの B2B でしたっけ、これ、はい、これも面白い走りをするんでね。これ今日動いたんですか。いや、さすがに動いてない。あの、この間谷さんでぶつけてですね、ホイール割ってからやってない。ああ、あらら、え、フロントウィルですか。いや、ちょっとがありました。リアのこちら側かな。あ、これシューグルで直しました。あ、これって何かと共通じゃなかったですか。あ、共通ですね、確か F2 か何かと共通だと思うんですよね。これ三浦くん2台ぐらい買ったって言ったので、これでレースしたいらしいです。こんな無茶な。はい、ありがとうございます。またここもマニアックな車いっぱいありましたね。そうですね。ありがとうございました。どうもありがとうございます。あれ、こっちが、あ、さっきハンゴンレーサーがいっぱい走ってましたね。走ってたハンゴンレーサーの。はい、というわけで、あ、レーダーさんどうも。珍しい、競争車が少なくないですか。いつももっといっぱいあるという感じなのに。この辺はファントムがいっぱいあります。はい、競争漫才で。はい、いい T シャツですね。僕も欲しいです。こっち380なんでちょっと負けてますよ、ね、パワーで。あんなパワーやっぱ 480T のが絶対いいですよ。いいの。はい、で、あ、ここ人いないけど、ここもすごいね。これは素晴らしいですね、本当に。ここは、あ、DJ だから昔の F1 だね。そうです。で、これが CS になってます。ほう。しかもサーシピカピカに磨いてます。 CS って何で、競技用スペシャルとかの時計でしたっけ。そうです、競技用スペシャルですね。あ、リジェとフェラーリ312、こちらも興味スペシャルなんです、ね、あ、これはなんかいろいろ改造してあるっぽいですね。そうですね、103のアッパーアームが、うん、アッパームデフもなんか今時の色してますからね、これはもう走る気満々です ねえ。あ、この辺は有村さん案件でしたね。あ、そうですね、はい、103系や。あとはこれ、こちらですよ。これすごいですよね、ドラッグスター。私も現物は初めて見ました。あ、これナンセルなんだ。いなかった。ナンセルありますか。
2、4、6、8、9、18してる ?18 してるんですね。あ、違う、18じゃないな。9じゃない、8か、16か。はい、どうもこれ16セルです。うわ、すげえ。これ逆にまっすぐ走らせるの大変そうですよ。すごい大変だと思いますよ。でもフロントよく見てください。これタミヤのなんですけど。ああ、本当だ。ジャイロとかあれば楽勝ですけど、ですね、そんな時代じゃないですから、ね、今だったらジャイロつけるでしょうね。はい、これ BMT なんですか。そうです、BMT 最終型なんですけど、ね、へえ。結構ボディ凝って塗ってますよ、 BMT って書いてある。ああ、本当だ。BMT、 BMT もなんかタミヤもやってたし、京商さんもやってたんじゃないっけ。そうなんですね、いろいろあるんですね。はい、じゃあ、こっち行きましょうか。止まんなくなりますけど、大丈夫ですか。じゃあちょっとすいません、動画取材に来ましたけど、大丈夫ですか岩井さん。岩井さん、いいですか。ちょっとこれ、細かく行くと多分2時間くらいかかりそうなんで、ね、手短に行きましょうか、岩井さん。いや、珍しい車がいっぱいで、お腹いっぱいですですね、もうこの辺からもうちょっと僕も正直、どれがどれだかわからないですね。この辺は僕もなんだかわかりません。これ何ですか、これ。これアパッチ J2D じゃないの。ああ、フロントこんなフロントでしたっけ。 D ってやつがダブルで、K ってやつがキングピンっていう、こういうタグ。キングピンさすんですね。あ、これとこれとこれが偉い、この。ABC じゃん。これ、これ。アレフですよ。アレフだ。ああ、はい、広坂さんの。これも、この間、広坂パパに聞いたら、あれ、僕流した覚えがありませんって言って、じゃあどっから来たんですか。どこから出たんだろうって言ってましたよ。今ね、ちょっと僕盗んだわけじゃなくて、 お金出して買いました。これからね、2022が出るらしいという、うん、アレフです。ABC 系が充実してるの。本当だね、素晴らしい。 ABC の部分はこれですか。うわあ、まだ現役、まだ20年くらい戦えそうですね。はい、あ、ABC の速素晴らしい。まだスピードコントローラー200。おお、三和だ。昔こうやって受信機のね、皮むいて、あ、軽量化でやりましたね。そうですね、パーデッキもそれ結構やって、まあ僕がやったわけじゃないんですけど、わけのわからないタミヤが面白そうだからたまにそれを走らせる。で、こっちはバギーもあって、これロッシー WX、 あ、違う、ストリートエポンだ。ツーリング版ですね。そうですね、懐かしい。これスリーベルトですね。好きで、結構集めてて、はい、うん、はー、僕はこの後のトリプル X やってたんで、これはバギーでめっちゃ流行ったやつですよね。そうそう、WX、 WX がね、うん、ストリートエポン、懐かしい。これは AYK でしたっけ。 AYK のボブキャットさんです。いや、新車みたいですよ。いや、これ、ね、かっこいいな。元々なんか完成形で箱に入ってた感じらしいんで、あ、多分使ってなかったんだな、そのままっていう。これはシュマッカーかなんかですか。そうです、シュマッカーのクーガーに。クーガー、あー、シュマッカーはね、ちょいちょい再販とかやってますもんね。クーガーも再販されたんですけど、これはもう俺当時のやつで、うん、これアソシですか。これアソシです。下の方にはステンです。これは結構初期のタイプ、うん、グラファイトのサーシン、グラファイトのフロントがワイルになってなってるし、超ナローめっちゃレアね。このタイプはめった出なかったんですよね。あれ何、プレデーター。プレ、そうそうそう、プレデーターのツーリング版。ツーリング版 DTM ってやつ。ああ、これが DTM。 懐かしい、ね、今あんまり見なくなった、ね、僕プレデターとかヤフオクだったらちょっと欲しいと思ってるんですけど。僕もプレデター欲しいですよ、ねえ、うん、いや、これは三浦くんが喜びそうな案件だな。案件すごいです。はい、いや、プレデター、政治性の悪さはオリバー見つけた。いや、でもこのロマンのあるところが最高ですね。デフを触ろうと思ったら全部変えてた。ナンパネットだけ違うんだね。まあ家にあるんだけど、うん、あ、本当だ、色が違う。いや、ありがとうございます。プレデター DTM、 これまたレア車両ですね。
あっちに X10 があったんで、ちょうど、あるんですか、あの方、X10 持ってみて、じゃあちょっと後で回ってきます、うん、ありがとうございます、はい、ここまたすごい、すごいレアテーブルでした。っていうか、どんどん時間なくなるよ。時間ないね、もう30分取ってますよ。じゃあさらっといきましょう。あ、これも AYK いますね。AYK で、カンナムローラーいやバイパーがここにいます。AYK、バイパーね。あっちがボブキャットで、こっちバイパーなんですね。ああ、いやー、キリがねえな。だってスーパーヒューローは X1 いる。あ、X1 いますね。いや、これは紹介してるんで大丈夫でしょう。じゃあこっち行きましょうか。こちらハース、またここもすごいラインナップですね。ありがとうございます。じゃあまずこの辺行きましょうか。これシェブロンの佐藤さんの、そうですね、サイバーフォーミュラー、これはニューアスラーダでいいんですか。はい、ですね。あ、そう、あの辺に売ってる人がいるんで、あって。はい。これも聞きに行けばいいんじゃないか。これも人気ありますね。で、これって HPI？ いや、広坂パパさんがレディースカップやった時の、あったあった。ララフロトっていう車で。僕あれ行ってましたわ。レディースカップ懐かしい。あの名古屋のオアシス21だったやつよね。そうです。あれかプロ4とかのギアボックス使ってたんですね、うん、おー、懐かしい。はい、でこれが MR4 の YNT。 あーはいはい、サーシの裏見てもらうと、あの、はい、ソース番号が入ってる。あー、ほんとだ。おー、なんかなんか、こっちは SD のあれなんですね。 SD のこれ、あの今広坂パパさんのホームページに使ってる、はい、プロトタイプの2号機。そうなんですか。この辺は広坂パパのいろいろ貴重品がいっぱいありますね。じゃあこっち行きましょうか。こっちは川田とか、川田のね、どっかで、あ、これドッグファイターだ。ドッグファイター、渋いな。これはキャット、キャットこれは再販のキャット。はいはい、でそっちのレイトハウスの色になってるのが、はい、当時のキャット。おお、井出さん、この辺のバギー分かります？え、何分かりますって、あ、これスーパードッグ。これスーパードッグ。これ RC10。島川キャット。それがトップキャットです。トップキャット。おお。本当だね、マグダムいく。ああ、本当だ。BC で。おお。またあとは下に強商さんがいっぱいずらっとあるよ。あ、プレデター。さっき向こうで DTM を見て、ちょっとプレデーター見せてもらっていいですか。はい、どうぞ引っ張り出しちゃってください。いやー、これロマンあるよね、プレデーター。すげーかっこだな。でフロントインボードのリアも、まあインボードっつうか、この上にあるやつね。これを多分タミヤの TDK も多分これを見てかっこいいと思った。いやー、プレデーター、ありがとうございます。レア車両見せてもらってありがたいです。かっこいい。かっこいい。ちょっと、ここだけでも1時間ぐらい話せそうですけど。隣にはもっとレアなロッキーもあるんですか？ああ、ロッキーだ。強襲ロッキーね。これはターボになってない。ターボじゃないです。ノーマルのロッキー。まずいな、これは、ちょっと時間が足りませんわ。ありがとうございました。どこまで行ったんでしたっけ？こちらはまだ。あ、こちらまだ。こんにちは、ちょっと動画取材に来ました。いいですか？あ、これは HPI？ はい、これはあの先ほどあちらの方からお譲りいただきました。はい。あ、これって、ミスウィリー？あ、この前の競争のヴィンテージミートで。賞をもらったんで自慢にしに来ました。ああ、そうですそうです。ミスウィリー見てましたわ。かわいいですね。これ作った人がなんかチョロ Q 作ったとか言ってましたね。栗原さんの方が、多分あのデザイナーのね、あのラジマガの表紙の中村さんのあれではなくて、多分中身のデザイン、ね。ああ、そういうことで、デザイナーボディはこれ中村さんなんですかね。もしかしたらかもしれないですけど、ただね、その情報がネットに全然ないんで。
かな。死んじゃってますからね、お二人とも。そうなんですよね。奇跡に入られてる。じゃあ教書さんもミスウィリーとミスターウィリーを復刻したら僕買いますよ。そんなさっきからそんな話ばっかりしてませんか。コミカルレーサーっていうのがありましたね。ああそうか、あコミックレーサーありましたね。それあれあれでしたね。そうか、あれ買ってないわ。ありがとうございます。あの T シャツやっぱかっこいいね。僕も欲しい。僕もルマンの T シャツ欲しいですよ。もう欲しいですよ。これ教書非公認制作者、ありがとうございます。僕も当時 480T 持ってたんで、やっぱあれですね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。またコースの方を走行していただいて、はい、終わんないで、終わんないけど、まあ、もうちょっと付き合ってください。じゃあ来ました。工場長のこれ何、ウルフ、川田ウルフです。はい、じゃあ再販問題ですけど、あ、テクニゴールド、テクニゴールドにレジスターでちゃんと合わせます。懐かしい。ボディもワークカラーで、おこうやって見るとあれですよね、リア周りの作りとかがちょっとあのアソシっぽい感じですね。パクリパクリ言っちゃダメ、動画で使いにくいから。社長が怒る、社長が。ありがとうございます。いや、もともと川田さんは横もさんで出す予定だったんだって。ああ、なんか言ってましたね、うん、そういえば。だからやっぱりその駆動方式とかいろいろ考え方の違いでやめましょうって話になったら、あで、まあうちでフルキットって感じで、うん、確かにプロイスタイプはね、今日キマサーキットで走らせとって、その時一緒にレースやったのかな。RC12-4WD っていうのが出る予定で広告まで出たんですけど、それがこの餃子版の前身なんですよ。ウルフだった。この辺が なんとなくそれっぽい感じなんだよね。そうなんですよ、ね、ウェーブワッシャーでギュッて、じゃあ家さん、ここで引っかかると長いんで流しましょう。さっきからこの調子で時間いくらでも時間取られてるんで、じゃあこちら、僕これあんまり詳しく知らないんですけど、レーシー280で、はい、日産のダットさんかな、これは。はい、シャーシがちょっとデザインが違って、でコントローラー周りが違うのと、最初からこんな感じでこういう積み方だったんですよ。ちょっとこれ純正じゃないですよ、ね、でもこうやって立ってて横にくっついてるデザインは、デフがないんです。あ、リジートなんだこれ。あ、そういう意味ではカンナムローラの廉価版って感じ で、ね、これ安かったんですね、これ値段がちょっと安かったですね。ですね、いいなぁ。1万円ぐらい安かったんですよ。タミヤさんもなかなかこれ再販しませんね。カンナムローラ確か出たんだ、最後の砦だ気がしますけど。いや、ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、でこれがねABC の何でしたっけ、テーブル持ってくれば私の G2B ですね、WB4 ね、はい、ABC アパッチのこっちが J2K の、あーキングピンコイルの、はい、あでこれがその板羽の、これはあれだな、種井さんを呼んできて解説させてなかったですね。はい、だからやっぱね、開発者の人が生きてるうちに全部やらせて、そうですね、まあ、さっき有村さんにいろいろ話聞いたんで、よかったよかった、これありがとうございました。ちょっとまた谷井さん連れてきます。これターボティマミッドスペシャル、いろいろあるんだよね。でターボスコに F201 ね、4独ね、です懐かしいな。いや、いいね、いいですね、これはかっこいいね。え、走る走らない置いといてかっこよかったです ね、 そうですね、これはこの状態で飾っとくのが一番いいですね。ロマンがありますな。組むのも大変だしね、これ。じゃあ、としかさんまた下半で会いましょう。はい、これあ、お疲れです。相変わらずオートバックスしてますね。はい、あ、これは今何でしたっけ、これ F2? F2 タミヤ F2 やってます。再生してます。ああ、これまたボディが年季入ってますね。でしょ、星野さんですね。あのニコイチに登る、この辺から繋いでます。ああ、本当だ。あの812とあの782を組み合わせて、組み合わせて、だから
こっから前80で、こっから後ろあの70で、車自体は822になってます。あー素晴らしい。すみません、僕この辺レース見てないんで分かんないです。あーいやいやいや、F2 ですね。これ始めると長いですよ。はい、ありがとうございます。もう大体 DD のレース大体いるんでね。んじゃあでシャーシはあの CS 仕様になって、えシャーシは CS 仕様になって、これ、うん、これこっちサミグラ出てた。あー、そのままですか。だからメガプレートスライスしてやって、センチ分カットしてやる。おマニアックですね。そのまま生き残ってるのがいいですね。ありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあ次ミントタン。あ、また僕のイメージはタミヤで、これ、はい、この辺は俺この F189 めっちゃ欲しいんだけど。乗らって帰ればどうですか。乗って帰りたい。これ中身違うの。え、違うの。ただ中身ちょっと強烈。よいしょ。もういい。おお、在庫入れ、在庫入れ、めっちゃ古いんです。おー、これがいいですね。またすげえのが出てきたな。うわ、これは素晴らしいな。赤ベロセット、そう、ブラックモーターのモーターマウント付き。こっちは結構あるんですよね、うん、これで売ってるんだ。そう、売ってた、売ってたのね。まあそりゃそうだかな。へえ。体感じゃないカウンタックホイール。そう、おほほほほ、なんか恐ろしいものがいっぱい出てきました。V2B のフロントコイル。あー、あー、オフセットしてるんだね、すごい。これは本当にこれしかないから。専用品。どういうわけだか6つある。俺、箱だけでも欲しい、これ。オフセット使って。僕も当時買って持ってるな。あの、捨てちゃってました。大喜びで買いに行ったもんね。いいね。僕、このプロポが最初でした。いいですね。はい、名作でしたね。これで、まだまだ開けるこれ。いいこれで936で遊んでた記憶が。今見るとスティックが長いんですよ。俺子供で絶対やれてないと思うんだけど。本当そうですよね。子供の時は無理だよね。え、いやー、そんな感じでミントタンのところもまあいろいろありますね。来年はね、僕もあのバンダイ持ってきますから。あ、これね、さっきもあったけどバンダイのポルシェ93578ね。これブラックポルシェですよ。サースブラックなんだから。ああ、いいですか。ほら、おお、黒なんです。バンダイは売ってたんだね。そうなんです。何でもありです。でもバンダイ結構今からっていうぐらい遅かったんですよ、出たのかな。今からこのデザインみたいな。そうですね。いやー、今やガンプラメーカーになったバンダイですけど、ラジコもやってましたよと。いやー、うん、あー、ミントさんありがとうね。ありがとうございました。すいません、長くなっちゃう。はい、で、これ、としおさん、最近あちこちのイベントでよく会ってます。久しぶり。今日は、そうですね、下半入りなぶりなんでね。はい、としおさんが珍しくファントムなんて遊んでます。かっこいいなー。あー、これね、かっこいいですよね。これどこのボディ？これタヌキマジのとこでしょ。ちょっとタヌキマジだ、わかんない。なんだっけ、あそこ。これ中身は？タヌは与一郎さんのとこのボディですよね。あ、プラズマだ。あー、プラズマね。めちゃくちゃだ。はい。プラズマもかっこいいシリーズが揃ってたんですが、続けてほしかったですね。いやー、じゃあ年尾さん、また何かのイベントで会いましょう。すぐに会いそうな気がする。はい、あ、お元気で。あ、これはスーパーアルタじゃないの。あれハイゾルアルタ強勝の。そうです、スーパーアルタ。うわー、懐かしい。スーパーアルタ懐かしいでしょ。懐かしいです。で、これよく見てください。ロイホッカースペシャル。おお、本当だ本当だ本当だ。VF1S なんですね、これは。そう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 。皆さん、4時にはあの後方なく片付けるという。あ、4時に撤収なんだ。今何時ぐらいですか。もう俺走れない。すいません。じゃあパパッと最後回りましょう。ありがとうございます。あのね、これ 12X ってね、石間さんの 4WD。 石間さん、マジで。はい、まだまだエルフィンカンナムのボディです。違うんですよ、これ
え、エルフ。そうですよ。石破さんの F。そうそう、エルファの石破さんの F。そうです。石破さんの F に手に入らなかったんで、これはパーマのクロール感なんです。ああ、そうなんだ。マニアックすぎる。アソシのエルフィンじゃないの。ああ、ツインモーター。アソシのエルフィン欲しいですよね。じゃあここにボディ買った時にパーマのクロールカンナムって書いてある。あれですね、石破さん僕 FF のイメージが強く。だからあの FF を使って4区にしたのが後から出たんです。12位もあるんですけどね。ね、これが手に入ったんで。やっぱりソニックスポーツだけじゃ寂しいね。ああ、ね。12X。ツインモーター対決したいですね。そうね。石破さんね。ありがとうございました。さあ、ソニックスポーツもやれたんですね。はい、で B2B があって、まあ古いのがありますよ。そうですね。さて、ようやくこれで一周したかな？かもしれません。あとはまあ高潔さんところか。6位。チャンピオン森田さん。じゃあ最後高潔さんに話を聞いて終わりますね。いや井出さん長いこと、いやいや、もうこれ45分も動画撮ってますよ。長い話に付き合っていただきありがとうございます。今回こそ今年中に動画出しますんで、はい、ぜひやらせてください。じゃあ井出さんまたありがとうございました。はい、はい、これポルシェ936は当時物ですか？はい、当時物ですか？あ、これも消えちゃってるな。塗りも40年前。ああ、40年前です。かっこいいですね。最高です。ありがとうございます。優勝の井出さんです。はい、じゃあ終点は主催者高潔さんです。私のバカな車、まずサイクロンです。はい、サイクロンです。 LIK サイクロン、はい、これね、あの去年も見たんだけど、このパッケージがかっこいいんだよね。サハラさんの、ね、もう名作でございます。テリーサハラさんの、テリーサハラさんの名作です。かっこいい、はい、で、あとは有名どころだとカンナムローラかな。カンナムローラ、あ、僕が今日試乗したやつですね、これ。はい、カンナムローラ、タミヤさんの名作です。名作です。これが走ってるところもすごいよね。これ走ってます。現像世界で何台走ってるかなっていうような車です。はい、しかも、体験走行できます。ね、来年も来てくれればこれで遊べますよ。はい、遊べますよ。まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。今日壊れませんでしたので、ね、まだ行けます。はい、あとはなんかかっこいいプロポがいくつかあるね。はい、高潔さんのレアプロポ、はい、珍品です。はい、はい、セパレートプロポ強勝アストロレーシングです。いいですね。はい、来年はこれを使って動かそうと思いますので、お楽しみにということになります。僕実はこれ持ってて、あ、すごいですね、うちにもほこりかぶってるのがあるんですけどね。ホイラー型も欲しいですね。はい、うちはスティックですので、はい、これね、スタジオのホイラーがあればつなぎたいです、ね、僕うちスティックなんですよ。一緒ですね、はい、これを腰につけてこれをゲームコントローラーみたいに持つというね、はい、そうです。先進的なプロポでした。はい、いや懐かしい。これ動くの？サーボは動きました。お、じゃあ走らせます。2ちゃんとも動くのは確認取りましたけど、今回は積んできておりません。来年のお楽しみということ。これでファントム動かしたら中西さんっぽい感じでいい感じですね。いいですね。やりますか、ファントムで。レンタカータイムアタック、これでやってもらいますか。あ、いいですね、いいですね。はい、じゃあ、はい、最後はね、主催者高潔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、3時半になりましたので、皆さん片付けの方よろしくお願いします。本日、皆さんありがとうございました。はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、いろいろあったと思いますけどね、これに懲りず来年も、やる予定でございますので、皆さん、参加の方よろしくお願いします。